はい、なんか教養講座のような音楽に乗ってですね火曜特集をお届けしますが、内容はもうピリリと非常に辛くて怖いお話になりそうで、辛い教養ですね。ですね、はい、巷ではあまり話題にはなっておりませんが、いやいや深掘りして追いかけていくべき大事なニュースを取り上げる火曜特集、門田隆昌さんをお迎えしてお送りするのは、発売されたばかりの新刊、日中友好侵略史から、こちらのテーマについてご解説と回ります。どうぞドン。謀略の国中国、友好という名の侵略50年。いや、非常に手厳しい。なんか怖いけど、はい、実際そうだからね。そうなんですね。はい、いや決して笑い事ではね、1972年、昭和47年からね、いわゆるその日中国交正常化という表現が教科書的にはなるわけですけれども、まずですね、こちらから参りましょうか。門田さん、林外相は日中首脳会談を開き、建設的かつ安定的な日中関係を双方の努力で構築していく必要がある、具体的に検討していくというラブコールを送られているということですけれども、これがもうそもそもありえないでしょう。ありえない。なんでかというと、はい、この EEZ 排他的経済水域、先ほどのニュース解説でもさせてもらいましたけど、はい、そこに弾道ミサイル5発ぶち込まれましたと、でそのことについて向こうは日本の EEZ など認めていないという言い方をしたにもかかわらず、はっきりね、電話抗議だけで済まして、要するに形だけしかやってないし、国家安全保障会議も開いてないし、でそれどころか向こうは北方領土で軍事演習も始めました、日本海でもやりましたという状況で、日本は何を言うんですか、言えるんですか、きちんとした毅然としたことを言うために、あなたはこの首脳会談を言ってるんですかと、はい、言ったら違うんですよ、日中友好を促進するために、はあ、こういう時こそ友好が必要なんだっていうのが理由なんですよ、何をおっしゃってるんですか、意味わからんね、意味がわかりませんということで、はい、ちょっとその中国側の本音というかね、はい、それをちょっと知ってほしいわけです。はい、ちょっと見ていきましょう。どうぞ、はい、まずこの人物の発言ですね、王毅国務委員兼外相ですね、日本への3つの忠告と見えますが、今年3月7日の会見でこう王毅さんが、述べています。両国関係の方向に初心を忘れないこと、台湾や歴史問題で両国関係に大きな衝撃を与えない、時代の潮流に沿って行動する、世界の多極化や国際関係の民主化は必然、冷戦同盟は支持を得られない、渦中の栗は拾うな。まあ、この、まあ、態度は、まあ、日本国民、いつも中国外交部 の記者会見を見ても、さまざまなこういう王毅外相をはじめとする人民解放軍の幹部のこの発言、それぞれ共産党の政治局員の発言、さまざまありますけど、もう完全に日本を属国扱いしてますよね。だからこの両国関係のこの方向に初心を忘れるなと、台湾に介入するなと、それで渦中の栗は拾うなと、でもうかつて その日米の冷戦同盟は支持を得られないんだっていうことを、それを日本に忠告というか、まあ、上から目線で教え諭すような口調ですよね。宗主国が属国にその教え諭すようなことを言ってるわけですけど、はい、このことについて林外相がもしですよ、あなたは何を勘違いしてるんだと、でこの大国同士きちんといろんなことに話し合おうじゃないかと、はい、人権民主、その人々のこのウイグルの問題、香港で行っていること、はい、そういうことが世界でこれだけ人権問題になっているのに、亡命している人たちがこれだけの具体的な証言をしているのに、まだ何も措置も取らないのかと、はい、いうことを、日本が東アジアの自由と民主人権の名手として、それを言わなければいけないのに言われっぱなしなんですよ。だからちょっとありえないわけです、はい、その中国に対して
最大の援助国が日本で来たわけですよね、はい、ちょっと図ありますか、ね、はい、はこれあるんでしたっけ、あ、図がないんですか。1978年と言いますから、はい、昭和53年ですか、はい、日本は中国に対する政府開発援助 ODA を開始、2018年までに、総額で合計3兆6500億円を支援、人民元になると2551億元になるわけですね。40年間中国の改革開放をいわばサポートしてきたわけですね。32年連続中国の最大援助国、1979年から2011年までで、その2011年に GDP が日中で逆転したと。それでもまだ ODA やっとって、うん、要するに2000これ 10年に、まあ、あのひっくり返るんですけど、はい、2011年に明らかになるんですけど、そこまでずっと ODA をやってるわけです、でその ODA は何に使われてるかというと、その中国のインフラを整えるだけじゃなくて、アフリカなどの援助国に、はい、この中国が援助して、アフリカにこの支配をこの確立するために日本の ODA も利用されてるわけ。バッカバカしいね、うん、なんだっけな話ですね、はい、だから彼ら の、あの戦略というのは、ものすごいそのタームが長いわけです、で、あのこの本に書かせてもらったのは、あのこの50年前の国交正常化のさらに20年前からもう、この対日工作が始まってて、その具体的なやつも書かせてもらったんですけど、そのぐらい長いわけです、そのぐらい長くて、あのこの中国 の、 そのやり方っていうのは細かで長いんですけど、そうすると彼らはその頃は国連に入れてないですから、その頃の国連の安保理の常任理事国は台湾ですから、中華民国ですから、1971年、昭和46年の10月25日までは、あの P5 というその常任理事国、国連安保理の常任理事国は中華民国台湾なわけですから、それをひっくり返すために、あの大国も小国も一票は一票ということで、それはアメリカも一票だけど、それはソマリアも一票なわけですから、それで日本の ODA も使いながら、あのアフリカへの援助を続けていって、そして第三世界をまとめ上げて、今でもだから中国の方が国連 の、 あの 票をこの投票したら中国側が勝つわけ。その代わりであのあの GDP をあれすると全然違うんですよ。あの反中国の方が GDP が圧倒的に多いんだけど、あの一票、大国も小国も一票は一票だから、まあ、具体的に言いますと、例えば香港、あの一国二制度をぶっ壊す、あの国家安全法ってありましたね、これで中国はもういわゆる香港を完全に、自分のものにして属国にして、属国というか、ね、好きなようにしてしまった。でこれに対して、日本も西側もですね、これはおかしいという声を上げましたね。ところが国連で、評決というのは評決じゃないけど、票を取ってみたら、中国の国家安全法に賛成するのが53カ国、で反対するのが日本とかアメリカとかイギリスとか含めて27カ国、要するに、国連の票ではですね、もう倍近くが中国の国家安全法に賛成ということなんですよ。でこれを例えば橋本徹なんかはですね、いやもう国際的な価値観は、もうすでに、日本の価値観とか西側の価値観は少数派ですで、えらい中国を擁護するようなこと言ってましたけどね。はい、いやだから台湾、要するに中華民国は去りましたと、けれども今もう台湾ということで、これ、加入ということで、あの採択、例えばあの時のアルバニア案、中華人民共和国を入れて台湾を追放するっていうアルバニア案が、これが可決されたのが、まあ、あの1971年の10月25日なんだけど、中国はきちんとその票を維持してて、台湾が加入するっていうことを必ず阻止する、もうこの多数派工作はできてるわけです。だからそういううまさ、そこにどん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  ODA を自分が GDP で抜かれるまで続けてきたのが日本ですから。抜かれてからもう10年近く続けました、ね、いやそんなことないです。ごめんなさい、翌年にはもうやめてますから、
しかしこの50年以上前からもっと前から対日工作がその行われていたということで、はい、門田さんのご指摘によりますとその対日工作の責任を負っていた人物がいるということなんですが、注目しましょう。こちらです。梁少氏という人物ですね。1908年東京大久保、はい、日本生まれ、はい、私 の、 あの事務所から見えるところであの生まれた人なんですけど、この梁少氏さんっていうのは、はい、まあ、この、 あの、この服装が古いやつで出てますけど、まあ、若き の、 若きのあれで、ね、けど、もうとにかく日中友好といえば梁少氏さんなんです、うん、中日友好協会の会長をずっとやったし、でこの人は表も裏も全部やった人、対日工作 の、 あの、まあ、親玉なわけです、はい、後ろには周恩来首相がいて、それで彼が全面的にやって、この人の大元に四天王というその孫平化だ長安博だ、このいろんな人がいるわけなんだけど、この人が全て対日工作をきめ細かにやっていった人で、これはもう大久保で生まれて、大久保そして千駄ヶ谷で住んで、だからベラン名の江戸っ子で、もう日本語もベラン、はい、少年十いくつまでいて、それで一旦帰るんですけど、このお父さんお母さんが革命の英雄なわけ、旅中街と加工業という親がもうあの孫文の名優ですから、だから梁少氏がもう子供の時にあの孫文の膝の上であの写真が撮ったやつもあるんですけど、それが梁少氏で、それで、中国に帰って、旅中街がもう次のその孫文の跡目はこの人と言われたぐらいの超大物だったんですけど、そのお父さんが暗殺をされて、それで自分の身も危うくなってきたので、まあ、いわばふるさとの東京に戻ってきて、それで早稲田高等学院に行くんですけど、彼の人脈は細かいんですけど、早稲田人脈が中心なわけ。それでもうさまざまなあの展、あの工作を展開していくんですけど、それでその有名な元家族のゾルゲ事件にも連座したことのある有名な元家族、これを獲得することに成功して、この人は参議院議員もやってた人なんだけど、それで細かな対日工作を始めていくわけ、はい、しかし不思議だね、もともと孫文の何、いわゆる思想を継いでた人なのに、はい、うん、裏切ったわけよね、女ら、うん、あの途中でね、うん、中国に帰ってから共産党に入党です、だからあの共産党も孫文は、両方が国府ですから、そうですね、共産党も国民党も、うん、はい、革命という点では、これは辛亥革命、これを尊重してますから、これは両方が孫文は尊重してます、はい、だからもともと孫文の組織の中に、中国共産党が入り込みましたからね、はい、中国共産党はもともとソ連のコミンテルンが作ったもんですけど、これがなかなかうまい組織にならなくてですね、はい、で困り果てたソ連はですね、武器とかあんなんをこう結構国民党に援助するから、中国共産党を受け入れたってくれよということで、これで孫文が中国共産党を受け入れた歴史があるんですね。これ第一次国共合作ということで、離れたりくっついたり、あれして、それで、その習近平と英九がシンガポールで会った時に、これは第三次国共合作なのかっていうようなことまで言われましたけど、ついたり離れたりしてますよね、してきたわけです、はい、でこの梁少氏というこの人物が部下にですね、対日工作の面で伝えていた重要な言葉があるということなんですが、どんな言葉か、どうぞ。日本人は情を大事にする、いかに情を前面に押し出すか考えよ、金銭的なことはあまりやるな。これ梁少氏さんが日本人、半分日本人なわけじゃないですか、要するに生まれてからこっちがあれして、それで江戸弁なわけですから、そうするとこの日本人っていうのは、当時の日本人って金で転ばないわけですよ。だからわざわざ対日工作のこの彼がまあ最初梁少氏弁公室って言われるんですけど、その後これは北京藩邸にできるんですけど、その後中南海の西華町ってところにその対日工作のこの組織が出来上がって、そこのこの工作員たちにこの訓示をするわけですよね、はい、その時にこれを言ってるわけ、けども
今の日本人から見たら、今の日本人って中国にお金でコロコロ転んでるし、ハニートラップで後で言いますけども、コロコロ転んでるし、当時 の日本人と今の日本人がそもそも違うんですよ、もう。だから最初劉少奇はこれを言って、しかも劉少奇って一番得意なの日本語なわけ、でお父さんお母さんは広東語だから、そうすると広東語と日本語でが得意な人で、そうすると北京語ってプートンファーって言うじゃないですか、北京語はむしろ苦手なわけで、訓示するときに北京語で訓示をしたらみんな工作員が聞き取れないわけ、それで、すいませんって言って、すいません、訓示は日本語でお願いしますって、対日工作の人たちだから、日本語がペラペラだから、もう親玉に向かって、訓示するときは日本語でお願いしますっていう、そういう人ですよ、この人が、もう創価学会をはじめ、もう総理へのまあいろんな工作、さまざまな工作をやった、きめ細かな、やった張本人でございます。その梁少奇が近づいた自民党の大物という人物がいるらしいんですが、こちらです、どうぞ見ていきましょう。松村健三さん。松村健三さん、はい。梁少奇は松村健三の母校早稲田大学の人脈を生かして接触、この人物戦後初めて中国を訪問した自民党左派の有力政治家だった、日中のパイプ役として国交正常化を推進とありますけれども、はい、中国共産党はね、その対日工作をするにあたって最初その共産党しかルートがないわけですよ、そうすると共産党の駐在員は北京にいたんですけど、はい、他に接触するあれがないで、後に日本社会党ができて社会党ともあれはできるんだけど、接触は持つようになるんですけど、その政権与党にこのあれがないわけです、共闘法がないわけです。それで分析に分析を重ねて工作をしたのがこの松村健三なんです、けどこの松村健三さんっていう人は、それは終戦時に農水大臣をやってもいろんな餓死を防いだりして ものすごいその立派な政治家なんです、富山県の、それでこの松村健三さんっていうのは金にもそれこそ転ばない、もちろん女性にも転ばないの人で、製品な人だから、どういうふうに食い込んでいくかということで、ものすごい分析が始まるわけです、でこれ、本に詳しく書かせてもらいましたけど、ものすごくピンポイントで工作してきますから、はい、中国共産党っていうのは細かいわけ、そうするとこの松村健三を突破口にするにはどうしたらいいのかって言ったら、蘭の花、これはちょっと次のあれだ、調べ上げて、趣味ですとか思考を調べ上げて展開したのが蘭作戦、はい、これが松村健三さんを、そのとにかく中国に呼ぼうということで、はい、それで徹底的に調べたら、松村さんの趣味は蘭の花だったわけ、それで蘭の花ってもう知ってる人は多いんですけど、ものすごく栽培が難しいわけ、私たち見るのはほら綺麗だから見るけど、これ栽培をするといったらものすごい難しい、プロじゃないとできないのが蘭の花なんだけど、それをその松村さんは栽培もするような、自分で、もうこのまあプロ裸足の職人みたいなもんなんです。そうするとそれを知った梁少奇は、中国にしかないその希少な珍しい蘭の花を探せっていうところから始まって、そして蘭の教会を作って、そして松村さんをこの訪中してもらって、その蘭をプレゼントすると、でそれのその蘭の花の接待役は首徳ですよ、人民解放軍の元帥ですよ、歴戦の将軍、これが蘭の花がこの首徳も趣味で、その松村健三を接待するのは首徳さんっていうことで、そういうふうにしてこの抱き込んでいくわけです、ね、心をつかむという心をつかむという、そういうやり方で、このいろんな工作をしていくわけです、はい、だから創価学会なんかも、
への工作も、もうその段階でもうすごいわけです、うん、なんか噂によると、まあ、本人もちらっと書いてますけど、はい、祖学会と中国共産党を結びつけた、はいはいはい、日本の女流作家がおる。そうなんです、そうなんです、まあこれちょっと名前はここではちょっと詳しく本人は書かせてもらいましたけど、あの名前を、はい、あのここで言うと、まあ、それはじゃあご本人で直接会ってこちらに、ね、直接当たっていただければと思います。その人はね、クリスチャンなの、あの ミリオンセラー連発で、あの百田さんに匹敵する女百田さんぐらいのミリオンセラーの女流作家なんですけど、もうほとんど答えが出かかってるような気もしますけれども、はい、まずい、まあまあ、私はもう分かりました、亡くなってる方ですけどね、はい、うん、ちなみにこの創価学会でいうとカリスマ池田大作会長がそのある女流作家さんのアプローチで中国に傾斜を深めていったと。そうです、そうです。1968年昭和43年9月8日両国の日大講堂第11回創価学会学生部の総会において、池田大作氏が日中国交正常化を提言したという。これがだから、公明党創価学会の、はい、この中国共産党との、まあ、一体化の始まりというのはこれなんです。はあ、で池田大作会長、要するに創価学会のカリスマが、はい、とにかく中国と国交正常化せねばならないというこの昭和43年のその提言、はい、でこの前の年にその女流作家は半年間あの3度目の訪中で中国に半年間暮らして、その後で池田大作の元を訪ねてきてるわけ。半年ですよね、うん、はあ、でそこでこの周恩来と梁少氏からのその中国への、はい、あの招きですよね、それをこの伝えられて中国との国交正常化のことが話し合われてるわけ、はい、そして翌年にこの池田大作氏のこの日中国交正常化提言というのが行われて、はい、あのいっぱい名前出てくるけど、山崎豊子さんと違います。あ、はいはいはい、山崎豊子さんとは違います、はいはいはい、違います、みんな勘違いしてください。ちなみにその昭和43年ですね、1968年で武入義勝、はい、当時の公明党委員長が訪中し、はい、復興五原則というものを中国側の周恩来首相から託されていた、うん、もう要するにね、その時から、うん、はい、もうそれでそういう工作によって、公明党が武入義勝委員長がやってくるわけです、はあはあ、でそこにこういう条件なら、はい、国交回復していいですよがもうその段階で託されるわけです、ね、うん、そうするともう、はい、ほとんどだから台湾問題が主ですから、台湾を要するに日華断交ですよね、中華民国だから当時、日華断交を、はい、これ前提条件にする原則を、うん、この武入委員長に渡して、はい、そしてそのまま、周恩来からそれを渡されて、翌月、はい、昭和46年の8月の頭に当時の佐藤栄作総理大臣に、うん、この五原則のままそのまま代表質問してますから、あ、それで国会 で、ね、うん、国会で、それで日中国交正常化せよと、それで日華断交せよということは、もう早速国会で、代表質問という本会議場でボーンとぶち上げられたわけです。その頃から公明党とね、中国、はい、そこが一体化の始まりです、はい、お膳立てが整えられてきまして、時は1972年昭和47年、日本と中国に転機が訪れるわけですが、そのこれまで日本に対し粘り強い工作が行われてきた結果こうなりました、はい、日中国交正常化のための当時田中角栄首相の訪中。いやこれね、1972年って今からちょうど50年前で、それで今月その9月29日に、はい、その国交正常化50周年、先ほどのニュースの中にも岸田さんがこれに出席するっていうことで、出てきたわけなんだけども、この50年前って、はい、これ戦後史の中でも最大の変革の年なんですよ。2月にニクソンがその訪中してもう激震、国際情勢激震しますよね、そしてこの沖縄返還の5月15日は沖縄返還の年ですよね、年ですから、
そしてそのところ と時をいつにして田中派が稲垣の乱っていう乱で、あの田中派が発足するわけ。それであの七夕の、あのこの福田赳夫との、はい、この総裁選、もう一番のただ今でも映画になるぐらいの、はいはい、この福田赳夫との、この総裁選を経てここに向かっていくわけで、その時の最大の案件が日中国交正常化ですから、俺はやると、であの福田はそれはやらない、これ福田は今の清和会ですから、はいはい、台湾の、ね、台湾派ですから、ね、うんうん、だからそこで一挙に流れがこっちへ来てるのを利用して田中角栄は政権を奪取して、そしてその7月にそれを奪取して9月29日に国交を樹立するというそういうやり方なわけですけど、もうさまざまな先ほどから言ってまああの松村さんのことだけを言いましたけど、それは内幕はあらゆる工作をしてるわけですから。ね、この時の日中両国の背景がどうだったのかというのをおさらいしてみましょう。どうぞ。はい、1972年当時の、ね、日中のそれぞれの状況ですが、日本は世界2位の経済大国であり、アメリカから沖縄が返還された年でした。この年田中内閣発足と同時に札幌オリンピックも1972年だった。2月ですね。はい、当時の中国は世界最貧国の一つであり、文化大革命の混乱を引きずっておりました。中ソ核戦争の危機も芽生えていて、林彪事件で政治は極めて混乱状況にあった。この状況を向こうは要するに共産主義国だから、その厚い壁があって情報が取れてないわけ。それでこの3つ目のところに中ソ核戦争っていうのを書いてますけど、これ私ちょっと本で詳しくこれ書かせてもらったんですけど、はい、あの私たちはあの中ソ対立っていうことで、まあ教科書でも習ったりはするんですけど、それがいかに深刻なものだったかっていうのはやっぱり当時の中国の人に聞かないとわからないので、私は当時小学生だった中国人で、まあ今50代の人に聞いたんですけど、60代の人に聞いたんですけど、あの核ミサイル、ソ連からの核攻撃に備えて避難訓練してるんですよ。で、核攻撃に避難訓練しても仕方ないでしょって言ったら、それは大人になったらそれ分かるけど、小学生の時はあの一生懸命みんなやってたよと。学校の近くに地下施設があって、そこに一斉に逃げ込む訓練を毎週やってたんですって。その人は上海、北京でもやってたって。だから北京上海ではあの中ソ対立、要するにもともとはあのスターフレッシュオフのスターリン批判のところから、あの中ソ対立始まるんですけど、このダマンスキー事件っていうそのウスリーガーのこの軍事衝突があって、そして新疆ウイグル自治区でも軍事衝突があって、中ソの間にものすごいその緊張が高まってる頃なんです。時期でもあった、その時に、あの中国の人たちは、この避難訓練、その意味はないけども、避難訓練をしてて、その時の様子もまあ本人書かせてもらいましたけど、それでご存知のその文化大革命の渦中でもあるし、もう荒野と化してるわけ、中国は。そうか、この時まだ終わってないんですね。終わってない、終わってない。文化大革命は、ね、終わってない、終わってない。だから、この、表紙に使ってるその写真があるんですけど、これ上海なんです、この写真は、はい、要するに北京で9月29日に、50年前の9月29日にその国交正常化をやりますよね、その後で帰国しようとしたら、周恩来が申し訳ないけど上海に寄ってくれということで上海に行った時の写真がこれなんですけど、4人組のその連中の機嫌取らないといけないから、張春橋その他のあの4人組の連中が楊文元からこの上海にいるから、ここに一緒に来てくれで行って歓迎されてる時がこれです、この写真。今回わざわざそれを使わせてもらったの。そういう写真なんですね。だからあの後ろの人が楊文元かどうかちょっと分かんないけど、そういう状況で、中国はやっても荒野と化してるんですけど、日本はそのことを、そういう中国が差し迫った状況にあって、日本のその技術
お金、さまざまなもので、自分たちのこの国を、はい、このインフラを整えて、復活していかなければいけないっていうことをお首も悟らせてないわけ、それで光明神これ次の、はい、この行きましょうか。日中国交正常化交渉で立場が、まあ、いわば弱いはずの中国が日本をいかにして、手玉に乗せていったかと手玉に取っていったかというところを見ていきましょう。どうぞ。立場逆転キーワードとありますが、はい、日本は田中角栄首相の光明神、はい、大平正芳外相の食材意識と名誉欲、はい、さらに戦後賠償額がいくらになるか、はい、一方中国側は戦後賠償の破棄、これはティエンラ・マーファン、ティエンラ・マーファン問題、これちょっと後で説明します、はい、そしてスケジュール変更で毛沢東の指定に招待と見えますが、うん、これねちょっといろんなのが入ってるんですけど、ええ、一番大きいのは、うん、その田中角栄その急がなくてもいいのに、光明神で突っ走ってるわけです。あ、焦っちゃった、焦っちゃってるわけ。それで実際のその秘書官たちにその言ってた話も私書かせてもらいましたけど、はい、これは力がある今じゃないとできないっていう発足して、支持率がものすごい高い時じゃないと、その台湾派の連中がいる、今の清和会だけども、はい、台湾派の連中もいるし、これは今一気にやらないとダメだっていうことで、それでちょうど何ヶ月か前、その9月から言えば4ヶ月前に、この沖縄返還という歴史的な事業を佐藤栄作さんが成し遂げたわけだから、それが自分の政権末期にこれをやろうとしても無理だから、勢いのある支持率が高い今やるっていう、自分もレガシーを残したいという光明心は大きかったわけです。それで次、それ次は大平さんのその、まあ、あの食材意識なんだけど、大平さんってね、大蔵省出身じゃないですか。その若い時に張家口、中国の張家口っていうその、はい、北京からずっと行った、根本中将が駐屯してた、はい、ところなんだけど、そこでに駐在したことがあるわけ。その時に要するにこれは根本さんとは時期が違う時なんだけど、軍がやっぱりほらアヘンとかを使って軍資金を稼いだりしてるじゃないですか、はいはい、そういうのをやってるのを見て、食材意識を大平さんは持ってるわけ、大蔵省からの出向として行ってるわけだけど、こういうそのアヘンとかをやって、その日本軍がやってることについて非常にその食材意識を持ってた人、これが大きな要素ではあるわけです。大平さんって確かにキリスト教だったね。そうです、クリスチャンです。そういう非常にそのまあ人間として優しい人なわけよ、大平さんっていうのは。だから食材意識はものすごく大きかった。それでその問題はこの戦後賠償のことなんですけど、この戦後賠償額、これがネックだったわけ、要するにネックは、日中国交正常化のネックは2つあって、台湾問題と戦後賠償なわけ、で、この戦後賠償は、要求しないっていうのを、また武入義勝さんが訪中して、要するに翌年、さっき昭和46年だったでしょ、翌年の47年7月にも、公明党武入義勝さんは共産党に呼ばれて急遽北京に飛ぶわけ、それで戦後賠償は求めないっていう答えを持ってきたわ、持って帰って、それで行くことになるんですけど、それ何かというと、戦後賠償って1回にもらうよりもずっとずる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 と引き出していく方が巨額ですから、もう全然そっちの方がいいということで、それが先ほどの3兆6000億になる。だって GDP が逆転するまで出させる続けるわけですから、はい、その辺のもう完全にやられてるわけです。いやはやですね。これティエンラ・マーファン問題があるんですかね。これどうぞ。はい、これはですね、田中角栄首相が当時、過去数十年にわたり日中関係は遺憾ながら不幸な経過をたどってまいりました次第であります。この間我が国が中国国民に多大なご迷惑をおかけしたことについては、私は改めて深い反省の念を表明するものであります。これは初日の人民大会堂でのその荘園の中で、その冒頭で田中さんが言って、
日本人的には全く問題のない言葉ですよね、はい、我が国が要するにお詫びをしてますよね、我が国が中国国民に多大なご迷惑をおかけしたことについては、私は改めて深い反省の念を表明するものでありますと、はあ、どうかまずいところありますかね、まあ、日本の、まあ、儀礼的な言葉ですよね、うんうん、そうすると、あの日本語的には、はあ、多大なご迷惑はおかけして改めて不快反省の念を表明するものでありますということなんだけど、そこに外務省がその翻訳をつけて、それが同時通訳で日本の外務省が作ったやつがこの翻訳されるわけだけど、それでティンラヘンターダマファンっていう翻訳をしたわけです。それでそのティンラ、そのマファンっていうのは迷惑なわけで、迷惑をかける、添えるだから迷惑をかけるっていう、その女性のスカートに誤ってこのお水をかけたりした時に、ああそう、あれするわ、あご迷惑をかけしましたの軽い誤りのやつが、そのティエンラ、マティエンマファンなわけ、うん、でそれにヘンターダってその大きなっていうのはつけてるけど、元々の迷惑はほら小さいわけよ、大きなスカートに水をかけたみたいな、はい、意味のレベルが違う、意味のレベルが違う、ね、でそのことで向こうが反発したわけ、それで初日から向こうのペースになるんです、このティンラマーファン問題っていうのはこれは、あの完全にもう向こうのペースになる、要するに向こうは自分たちは、あのこのなんていうんですかね、そのそういうその荒野となっていること、あるいは中層対立が極限まで来て核攻撃の危険もあるとか、そんなことはお首にも出さず、その逆に強い立場になるために、その何ですかと、ティエンラマーファンってな、どうしてこんな、こういう言い草は何だっていうことで突っ込んでくるわけ、それで向こうのペースになっていって、はい、情報に情報を重ねるのがその日中首脳会談なわけですけど、田中さん、大平さんと周恩来で決裂しかかったのがこうなったということですが、次どうぞ。この時に後から毛沢東主席が出てきて、もう喧嘩は終わりましたか。これもあの有名なあれなんですけどね、これ4日目か、いきなり夜あの宿舎にいたら、あ宿舎っつってもね、あの中南海っていうその要人の、あ人民は全然入ってこれない、はい、あの故宮の隣のこの高級幹部だけの、あの要人だけのこのエリアが中南海ってところがあるわけなんだけど、そこに、はい、田中大平たちも、あのいるわけだけど、いきなり車が迎えに来て、スーッとこっち来てください、どこ行くんだろうって言ったら毛沢東のところに連れて行かれて、それがスケジュール変更って先ほどのね、うんうんうん、それでこのもう冒頭からもう喧嘩は終わりましたかって、もう完全にそのペースが、もうペースが向こうのペースの中で進んでいてですね、それでもうあの母みたいな、そうすると、その両少子が横にいてですね、その毛沢東と田中角栄、毛沢東と大平さん、全部両少子さんが通訳をして、それで毛沢東はその両少子、を指さして、いや彼は日本人なんだ、彼連れて帰ってくれよって言うんですよ。そしたら田中さんが、いや彼は日本で、両少子先生は日本でも有名で、帰って参議院議員にあの立候補したら必ず通りますよみたいな話をするよ、ちょっと余計な話ですけど、そういうペースで進んでいって、向こうのいいようにこの共同声明がなっていくという、そこからもうやられちゃってるわけです。で向こう側は要するに、例えばあのその一行いますよね、そうするとここに秘書団もいるじゃないですか、その一人一人も全部調べ上げてる、はあ、それあの本人も詳しく書かせてもらいましたけど、あの例えば小永啓一さん、これ有名な、まあ、通産省事務次官で、その後アラビア石油 の社長会長もやる、これはあの日本列島改造論の執筆者でもある小永啓一さん、で当時小永さんは秘書官ですから、田中さんの秘書官で、順番にその挨拶でそのあれが回ってきた、この周恩来が回ってきた時に、
顔を見た瞬間に、あなたが日本列島改造論の執筆者ですねっていうんです。はあ、そこまで調べるんですね。それで小永さんびっくりして、言葉が出ないよ。って、なぜ知ってる。要するに秘書官まで調べ上げてる。そうすると大平さんの娘婿で秘書官でまた森田はじめさん、後に国会議員になりますけど、その森田はじめさんもそれ全部わかってるわ。はい、あ森田さんですね。っていうその娘婿であったりが分かってるって、向こう側は全部調べ上げた上でこの交渉をやってるんだけど、日本はその何も向こう側のことを知らないまま飛び込んでいっていいようにやられてるわけです。言われた方は悪い気がしますね、はい、決してね。いかがですかここまで百田さん。まあこれね、実は日本がね、油断もあったと思うよね。この当時はですね、例えば貨幣価値でいうと100対1を軽く超えてましたね、円と元で、だから日本の1万円持っていったら向こうではもう100万円以上ですよ、価値がね、もうだからもう、まあ、さっきも表にありましたようにね、日本は当時アメリカに次ぐ世界第二の経済大国、はい、中国はもう世界最貧国なんですよね。だからね、まあだから多少の油断もあったと思いますね。まあ無茶言うとるわと、まあしかしまあええかと、どうせクソ貧乏国やからというところもあったんじゃないかな。でも向こうはね、だからこのだから今海兵活が100対1っていうのはね、その後ね、これ72年ですよね、ね僕の記憶ではね、80年代の後半ぐらいまでまだそんな状況でしたね。当時80年代になるとね、YP って言ってね、外貨圏っていうのができるわけ、要するに同じその1元10元っていうのが連民P といって、いわゆる人民元と、で YP というその外貨圏と同じ1元でも、価値が4倍ぐらい違う、で日本円と交換ができるのはこの外貨圏で、そのこの外貨圏でなければ、品物、例えばテレビだとか、要するに日本製のテレビだとか、いろんなその性能のいいものは外貨圏でしか買えないわけです、それでみんなその外貨圏を欲しがって、私なんか80年代街歩いてたら、北京とか上海の街歩いてたら、日本人ってその見た感じで分かるから、近寄ってきてその YB とレミピー変えてくれっていうので、ずっと、もうそんなもん私よく変えてあげてましたけど、まあ、日本はね、もう昭和30年代39年ぐらいまでかな、円持っててもドルに変えられませんでしたからね、何本円持ってても、さて、国交正常化後、中国は立場が苦しい時も日本は翻弄し、日本はそれに騙され続けたという、大きな事件がこちらですよね。1989年の天安門事件、この時主要7カ国 G7 の中で日本だけが中国への制裁に反対していた。もう日本はずっとその日中国交正常化以来、援助してどん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 日本の力によって ODA、そして、日本の企業、これが進出していって、インフラを整えていくんですけど、立場としては向こうがずっと強くて、その日本に命令する、さっきの大きな言葉にあるように、いろんな立場がまあ逆なわけだけど、そうすると天安門事件で、あれだけの人権侵害をやりました。そして国際社会が経済制裁をすると、その時に経済制裁をすることに反対する。そして、人権のこの反対表明についても日本だけが反対するという、それは日本国内の情勢がかなりおかしなことになってたということですよね、どうぞ前後見てみましょう。この年1989年6月3日リクルート事件で急遽宇野宗介外務大臣が首相になり、内閣発足、竹下内閣の後でしたよね、その翌日6月4日に天安門事件が勃発します。翌日ですか、はい、外務省は当日に西側諸国の制裁措置を共同して取ることには反対と。反対ですよ、もう最初にだから政権の力じゃなくて外務省がもう完全に、西側諸国が制裁措置取ると言ってるけど、日本は反対するって、もうすでに中国の支配下にあるわけ、外務省は。それで1ヶ月後にアルシュサミットがあるんですけど、そこでも日本だけが反対して弱くしていくわけですから、その制裁を。でそれだけではないわけ、その後国際社会に復帰する時も、この日本が大きな役割を
果たしているわけです。そのきっかけとも言うべきのがこちらですよね、はい、言うべきなのが1992年10月の、天皇陛下の史上初の訪中。これも、あの宏池会政権なんです。宮沢喜一さんの宏池会政権で、それは大平さんの、派閥をこの継承した宏池会の宮沢さんの政権だから、うん、はい、中国を国際社会にその制裁から復帰させるために天皇訪中ということを向こうの工作に乗ってやるわけです。でその時のまんまと実現してしまった、はい、その時のことを、この当時 の、 その外交部長であるその千騎信さんが回顧録で、あのこの書いてるわけです。それがこの外交十記という、そうです、天皇訪中に全面的に関わった中国の外交部長千騎信の回顧録だそうですけれども、はい、次のように語られているそうです。見てみましょう、どうぞ。ちょっと読みますね。日本は西側の対中制裁の連合戦線の最も弱い輪である。最も弱い輪なんです、はあ、今もそうですけど、はい、中国が西側の制裁を打破する際に、おのずと最も良い突破口と、突破口、当時我々は日本がこの方面で一歩先んじていくように仕向けていた。西側の対中制裁を打ち破るだけではなく、さらに多くの戦略的な配慮があった。すなわち双方のハイレベル往来を通じて、日本の天皇の初めての訪中を実現させるよう促し、中日関係の発展を新たな段階に推し進めることだった。うん、はい、さらに続きます。中日2000年の往来の中で日本の天皇が中国を訪れたことはなく、天皇訪中が実現すれば西側各国が課した中国指導者との交流禁止令を打破できることになる。10月23日から28日にかけて昭仁天皇と美智子皇后が中国を公式訪問した。昭仁天皇は今回歴史的問題に関する態度表明では、これまでの日本の指導者と比べて謝罪の言葉はなかったものの、比較的強い反省の気持ちがあり、明らかに進歩が見られたと。でこの問題はこの3なんです、はい、次なんです、続きます、はい、日本の天皇がこの時期に訪中したことは、西側の対中制裁を打破する上で積極的な作用を発揮したのであり、その意義は明らかに中日の二国間関係の範囲を超えたものだった、うん、自分たちの工作によって天皇訪中が実現し、対中制裁をこれで打破することができた、これは中国と日本の二国関係、はい、その範疇にとどまるものでなくて、中国の国際復帰という大きなものを成し遂げることができたんだっていうことを、はい、向こうの人はもう正直に書いてるわけです。たっぷりと大きな果実をね、はい、はだから、あの、うん、常に日本は突破口として利用されているわけ、でなんで今これを言うかというと、はい、この9月29日にそれを、今月の29日にそれをされるからです、要するに今ウイグルと、そして香港と、そして古くはチベットと、そして南モンゴルも含め、人権侵害、そして台湾への軍事侵攻、これが近づいている、そしてロシアとの関係も含めて、今中国は外交的に国際社会非常に、あの、弱い立場になっているわけです。厳しいですね、厳しいわけです。非常に対中制裁を今、足並み揃えようというところですね。半導体とかでものすごい、あの、打撃を受けてるので、でそれのじゃあ突破口をどこにするかって言ったら日本なんですよ、はい、そしてこの9月29日を利用して、はい、そして日中首脳会談もこれオンラインになるかどうかわからないけど、これもやって、その後バイデンとの首脳会談に持っていこうとしてるわけ、それをこの、はい、10月16日からのこの中国共産党第20回党大会の、これの成果としてそれを発表するわけですよ。そういう中でまんまと同じ失敗を50年間続けてきた、同じ失敗を今後、今回もやろうとして今後も続けようとしてるので、それで日中友好という名の侵略の歴史をこの見て、今回のこの生田さんのやろうとしてることを国民の力で止めなければいけないので、それで事実を知ってほしいと私は思ったわけです、はい、そして先ほどはね、百田さんからもお言葉出ましたが、中国の謀略といえばこれを忘れてはいけません、どうぞ。ハニートラップ、はい、これはもうハニートラップはもう、たくさんあるんですけど、一番大きいのは総理大臣に対する、
もうこれね、はい、日本の総理大臣がハニトラにかかってるんですよ。お名前は、まあ、名前はちょっと控えましたからね。じゃあ、本人は全部詳しく書きましたけど、なんとか頭がよくテラテラ光ってた。いや、それもう言ってるのと同じじゃない。なんとか龍太郎やね。よく光ってた方ですよね。いや、これ国会で、西村慎吾さんが国会で、その彼を追及して、はい、その様も私本に描写しましたけど、もうその具体的に追及して、はい、それでもうその女性工作員はそれが元で夫婦関係が悪くなって離婚に至るわけ、はい、それでその離婚に至る時にその中国人の夫がその告白を奥さんにされてて、はい、そのハニートラップというかその総理との関係ですよね、そのことが理由で向こうで訴訟が起こされたんです。へえ、そんなことあったのね。ああ、だからその女性関係についてその西村慎吾さんが厳しい追及をしたわけ。それもちょっと描写させてもらいましたけど、そこからはご本人ね、はい、そしてこういうケースも中にはね、この悲惨な例としては2004年5月、まだ記憶に新しいところですよね。中国上海で日本総領事館の暗号通信担当の男性領事が自殺してしまうという事件が起きましたが、この時残された遺書です。一生あの中国人たちに国を売って苦しまされることを考えるとこういう形しかありません。中国側から外交機密に関する情報などの提供を強要されていた。だからこういう事件化して、その自殺によって事件化したケースっていうのは、それは何万件に一件のことなんですけど、これ私本の中で詳しく書かせてもらったのは何かというと、そのこれかぐや姫っていう上海で有名な店で、そこで絡め取られていくわけなんですけど、それのそのやり方、それは公安当局が店を経営してるわけ。それでそこでこのその客が、この人はだから暗号担当だった、で暗号担当の人のその秘密を聞き出すためにそのハニートラップがかけられるわけなんですけど、でそれがこの人は耐えられなくて、それの要求には応じられないって、この道しか選ぶ方法あれはなかったっていうことで自殺されるわけなんですけど、そういうその事例ですよね。でそこでは自衛隊員も、はい、ハニートラップにかかってるわけ。その店はかぐや姫、かぐや姫は、ね、このかぐや姫っていうのは1円ではなかなか行かれへんっていう店って聞いてるけどね。そうなんですか、うん、中国のかなりのトップクラスの連中が、認める人しか行けないっていう、そこまでの、あれじゃないけど、まあ、日本のその接待で使う、要するに店入っていったら、はいはい、薄暗いところこの廊下って両方に部屋が並んでて、それでもう入っていく、要するに二次会用の部屋なわけだけど、店なんだけど、そこでずらーっとすごい別品でこんなんがいっぱいわーっくるらしいね。それがもうお持ち帰り自由という。ああ、なるほど、はい、なんか行ったことがなんかある、お詳しいですね。僕は中国へ行ったことないへんから大丈夫大丈夫、はい、はい、有名な元知事市長が何度も行ったという噂もありますからね、はい、またそこから先は偉い話になりますけど、日本が中国に操られてしまっている現状というものも改めて振り返って、はい、ちょっともう時間がないので、そうですね、はい、もうずっと操られ、その日本は侵略されて、その結果こうなってしまって、もう対中非難決議、はい、要するにウイグルのことも世界各国でやってるけど、去年のこの6月通常国会の最終日、対中非難決議本会議に提出もできなかった。私これ6.16の屈辱ということで、この番組でも何回も紹介させてもらいましたけど、そしてその後この公明党が添削したこの無意味なものに変えた非難決議、これちょっと長尾さんがこのあれしてくれた、これどのぐらい、どのぐらいこの無意味なものにしたかって、人権侵害を人権状況にして非難を、非難を消してって、だからそれでこれの重要な、この深刻な人権侵害に象徴される力による現状変更を国際社会に対する脅威と認識し、これを強く非難するとともに、深刻な人権侵害行為を国際法に基づき国際社会が納得するような形で直ちに中止するよう強く求めるっていう告白部分カット、それが公明党によってこれがカットされて、それでこのまあ全くその骨抜きにされたやつが決議されるとか、そして参議院に至っては
あのそれをもう一度元に戻してきちんとした決議をやろうっていう声をあの言う人がいたかと思ったら茂木さんにたちまち潰されて上程することもできなかったという、そこまで操られております。はい、百田さんいかがでしょう。いやほんま危機的状況やね。改めてね、もうえらいことですわ本当にね。はい、だからあのもう70年前からその緻密な工作によってこれ一朝一夕でできたものと違いますから、だから70年前からどんなことが起こったのかということをまず日本人は知るべきだと思うんですよ。そして今回の9月29日に岸田さんがなぜわざわざそこへ出席して、はい、そして日中友好を歌い上げるのか、そのことに国民はノーと言わなければなりませんので、それは国民の命、そして子孫の命を守るためですよ。それをあの知ってほしいと思いますね。50年前よりもっと前からね。いやもうこれ梁少子という人物、うん、はい、遅すぎるとかもう言ってますけど、あのもういろいろコメントで遅すぎるよとかって言ってますけど、あの私はこの50年、はい、これ、50年が最初の50年が終わるわけだから、うん、次の50年全く違う、きちんと対峙して、はい、そして自由人権民主のために、はい、あの大国中国と対峙できる国になれば、はい、あの世界の平和のために日本は貢献できると思います、うん、あの何でも言いますように30年前は、ね、100対1やったんですよ、うん、だから、ね、30年かけたら、ね、もう一回まだそっちに持っていけることも可能なんですよ。諦めてはいけませんよね、はい、で今は、ね、日本だけが頑張ってもダメです。やっぱりあの西側アメリカとか、ねはい、ヨーロッパ諸国でやっぱり手を結ばないとあかんんですけど、ね、逆に、ね、アメリカヨーロッパ諸国にとっては日本が裏切るものになったら絶対あかんんですよ、はいはい、今日本はもうこれきつい踏みを踏まされようとしますね今度。間違いないですね、はい、うん、ありがとうございました。火曜特集後半は謀略の国中国と題してお届けいたしました。ここですいません残念ながらエンディングの時間を迎えてしまいました。本日火曜日の真相深入り虎ノ門ニュース、レギュラーコメンテーターをお願い申し上げましたのはおなじみ作家の百田直樹さん、ゲストコメンテーターとしてご登場いただきましたのは作家でジャーナリストの門田隆昌さんのお二方でした。本日も協力かつ濃密な解説を誠にありがとうございました。ニコ生のコメント欄ではね、女性作家がどなたなのかがかなり気になられている方多いと思います。ちょっと放送では言えない、はい、実名はこちら門田さんの最新刊日中友好侵略史、産経新聞出版より絶賛発売中です。全国書店の店頭でお買い求めください。本日もご視聴いただきまして、門田さん最高と出てるで、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございました。あ、これも間違えて門田さん人間の棒は新潮新書から発売、はい。